皆様、新年おめでとうございます。うますこうして2年ぶりに、多くの皆様のお顔を拝見し、共に新年をお祝いできること、本当に嬉しく思います。この2年間、今までは当たり前だったことが、当たり前にできなくなり、困難を極めましたが、 その経験を踏まえ皆様との出会いがご縁が当たり前ではないと再認識し一期一会の精神を持って精進してまいります改めまして私は公益社団法人東京青年会議所第74代の理事長の職を務めます下山田圭介と申しますどうぞよろしくお願い申し上げます まずは新年のご対応の中、私どもの合宿交換会にご臨席賜りました、東京都知事、小池百合子さま、日本弁護士連合会会長、小林元治さま、東京商工会議所副会頭、大島博史さま、広社団法人日本青年会議所、麻生正弘会頭をはじめといたします理事会構成メンバーの皆さま、 日本各地よりお越しいただきました、各地青年会議所理事長をはじめとするメンバーの皆様、そして、常日頃より、私どもの運動に多大なるご支援をいただいております、三助企業パートナー団体の皆様、そして、都がの会長をはじめといたします、 東京 JC シニアクラブ先輩本本日はお足元の悪いい中本当にありがとうございますそして、dear sister chapter presidents and overseas delegates, namely from JCI Manila, JCI、uh, Seoul, JCI Singapore City, JCI Taipei, I would like to express my sincere gratitude to your attendance at our inauguration ceremony. your presence here today truly depicts jci valley's international collaboration and a fellowship. as well as our annual businesses, i would like to anticipate your further involvement for more international collaboration, joint projects, and social gatherings. brothers and sisters, let's keep creating impact. In 2023, we are confident that we can accomplish something for a greater and a brighter future. 明るい豊かな社会の実現この大きな志のもと集まった東京青年会議所には夢がございます。尊厳と向上心を持った市民が 社会の構成員であるということを自覚し、日々幸せを実感し、生きがいを求めて、自由に挑戦できる、量的ではなく質的な価値を追求する社会です。この夢を実現するために、東京青年会議所は2020年に中長期ビジョンを策定し、 先日の社会像を持続可能な幸福中心社会と定義しましたこの中長期ビジョンは幸福をコアバリューとして据え6つの政策をもとにビジョンを策定しております教育経済国際共生 政政治福祉の6政策ですこの中長期ビジョンをもとに、私たち東京青年会議所は、青年ならではの柔軟な思考と行動力を駆使し、日々、無条件の愛を持って、社会開発と指導力開発に励んでおります。ここで 6つの政策を皆様に共有させていただきます教育政策、内発的動機に基づく、自ら課題を設定し、判断ができる人材を創出するために、姉妹都市といった地域の無形資産を活用し、より資産の高い人材を 育成する地域が一丸となって人材を育成するシステムを作りますまた過去2年間にわたり推進してきたスティーム教育を家庭内教育に普及いたします経済政策少子高齢化を念頭に置いた新付加価値の創造に向け デジタルトランスフォーメーションやウェルビーイングといった経営の持続可能性を追求し企業の生産性向上そして再投資による好循環を作るシステムを作ります国際政策 UNSDGs に代表されるような地球課題規模課題を解決するため東京に 存在する各国の出作機関や海外姉妹ロブとの共同を進め東京からクロスボーダーでイノベーション創造と市場開拓ができる環境を整備いたします強制政策です人と地球が共存できる未来を作るため産官学の連携をもって エシカル消費に付加価値を付与し、地域循環型社会システムを作ってまいります。そして、2050カーボンニュートラル宣言を国内外に広く推進してまいります。政治行政政策です。政治行政政策は、市民が主権者であるという自覚を呼び起こすために、 メタバースを使った試験者教育、また模擬請願を実施し、市民の声が政治や社会を動かせるんだということを実感していただきます。また、区長選等の選挙では、公開討論会を開催し、政策本位での投票に寄与いたします。 福祉政策は、地域が一丸となった住民参加型の包括的福祉システムを作るため、ベビーファースト運動や防災協定を23区で進め、常日頃から公助、相互扶助のが機能する東京を作ります。関東大震災から100年たった今、レジリエンスに富んだ まちづくりがハード面とソフト面で必要なのです。これらの6つの政策を掲げ、本年度、東京青年会議所はスローガンとして、23の輝き、Let's Join the Legacy of Tokyo を掲げさせていただきました。この23の輝きには、23特別区に地区委員会を持つ 東京青年会議所が1年を通して100以上の事業を行った後に、社会課題を解決する持続可能なシステムが地域に根付いていること、そして2023年度、東京青年会議所の運動に関わるすべての人がリーダーとして成長している姿を表現しております。 この23の輝きをもって、皆が自由に挑戦できる環境と風土を、運動と運営の両面で追求してまいりたいというふうに考えております。また、設立から74年目を迎える東京青年会議所は、時代のともに変化する社会課題に対し、常に対峙し、 先駆的な取りり組みを行ってまいりまいした代表例といたしましては、手を挙げて横断歩道を渡りましょうといった習慣が今なお根付く小松川運動、日本だけでなく世界の子どもたち、勇気、礼節、感謝の心を教えるわんぱく相撲がございます。これらのように先輩処刑士が 紡いでこられた信頼と実績の軌跡があるからこそ、私たちは今日、JC 運動に従事できるということを忘れてはいけません。1991年に、東京青年会議所が第40回全国大会を開催してから32年後の今年東京青年会議所は、 第72回全国大会を開催いたします私たちは全国大会を開催する一心同体運命共同体でありますこの運動は一生涯の思い出となりますしかけがえない財産となります全国大会は単年度制の JC 1> が1年間のの運動の成果を見極め次世代へ継承すする場でございます日本全国から集まったメンバー間で育まれた友情、成長、そして運動の成果、こういった大事な成果物の終着点が、私たちの住み暮らす東京となるのです。 特に40歳でご卒業を迎えられる卒業生の皆様にとっては、この大会はかけがえのないものになりますし、この伝統を絶対に失ってはいけないというふうに考えております。全国大会を運営することで得られる、社会益、地域益、参加者益、主催益、主幹益、 これらを持続可能な観点からひもとき、夢をつなげる、夢の架け橋となる新しい全国大会にしてまいりましょうただし、忘れてはいけないのが、東京青年会議所にとって全国会大会を開催することがゴールではございません。全国大会を 開催した後に持続可能な幸福中心社会を実現を目指し私たち東京青年会議所はより社会にインパクトを与えられる段階へと進化しなければなりませんアメリカの成功哲学者のナポレオン・ヒルは A goal is not is a dream with a deadline 目標は納期期限付きの夢であると説いております。全国大会を開催した経験は、必ずこの東京青年会議所をより強固な組織にします。そして、会員拡大やブランド認知向上に貢献いたします。実際例として昨年末から平均して2日に1人の割合で、 東京青年会議所のホームページに入会希望、入会資料のお問い合わせが来ております。志を同じようにする仲間を一人でも多く募り、世界を先駆ける革新的な青年経済人団体としての社会的責任を果たし、僕らの夢を成就させましょう。私は、 メンバーの皆様が JC を通してより幸せになり、東京をけん引するリーダーとなることを信じております。それは、JC 運動の使命が、青年をより成長に導き、青年自身の手で地域を、わが町をより良くする運動を作れるようにするからです。 この73年間、常に社会を利くしようと思い、社会課題に対峙し、運動を起こし続けてきた東京青年会議所の奇跡は、決して、斎場の老格ではございません。私たちは、常に青年が灯し続けてきた希望の火を託されております。私は、 その希望の光を託された一人として断言いたします。東京は皆様の成長とリーダーシップを待ち望んでいます。どんなに未来予測が困難な時代であっても、誰もが幸せに、尊く生きるために、幸せを実感する、できる東京を作ろうではありませんか。 私たちには志を同じゆうにする仲間が世界中にたくさんおります。人と人、地域と地域をつなぎ、より明るい豊かな社会の実現に向けての行動を取ろうではありませんで、じゃないでしょうか。それが青年の取るべき道だと私は思います。未来は自分たちの行動で 作るという思いが集うとき、今日の東京は確実に昨日よりも良くなっております。一年間どうぞ東京青年会議所よろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。明るい豊かな社会の実現を目指して JCI 東京